麓の料金所にはけさ営業再開を前に80台以上の車が並びました全長17キロの自動車専用道路いぶき山ドライブウェイことしで開通60周年ということで通行するすべての車に記念の通行券が配布されます標高1260メートルにある山頂駐車場では早速訪れた人たちが景色を眺めたり記念撮影をしたりして楽しんでいました すごい景色がよくてあの、ゆっくり走って楽しく登ってきました。桜もちらほら、うん、パッチワークみたいで、綺麗でした。れいでした、感動しましまた。営業再開を記念して、きょとあすの2日間は、全車種の通行料金が半額になります。